私生まれは広島、育ちは東京、人呼んでおすべりの竹と申します。私というわけで本日はこちら博楽駅から徒歩2分、虎次郎さんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店ね、リクエストをしていただいた二郎系ラーメンがいただけるというお店なんですけれども、二郎系大好き私にとって見逃せないお店となっておりますね。果たしてどんなラーメンいただけるんでしょうか、楽しみですね。それでは今日もありきてガガ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 ガ、はい、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや、こちらの虎次郎さん、リクエストをいただいたのは結構前だと思うんですけれども、いや、やっぱりね、博楽ってねちょっと遠くてですね、 OK 分かった、じゃあちょっくら行ってくるわっていう距離じゃないもんで、この時期になってしまったというわけなんですけれども、店内はですね、二郎系にしては珍しく白を基調とした落ち着いた雰囲気でして、食券を買って店内内に並ぶみたいな感じでね、私が訪れた際には5人ぐらい並んでらっしゃいましたね。それでは現場の竹永さん。はいはい、こちら現場の俺が竹永だ。はい、というわけでこちらが大豚4枚の汁なしです。こちらやっぱりね、盛りがテンション上がりますよね。それでは早速いただいてみましょう。まずはこちらの麺、二郎系にしてはちょっと細めかななんて思うんですけれども、歯ごたえもバッチリで、同じく自家製麺のボンズさんとね似た印象です。おいしい。はい、お約束の肉声お医者つ決まったところで、こちら豚いってみよう。こちらの豚がね、比較的あっさりしたタイプの味付けで、濃いスープと合わせることによってね成立するといった、そういった印象でしたね。そしてこちらね、卵の黄身を崩していただきますけれども、私の勝手な予想なんですが、この卵の黄身の部分がプラス70円なんじゃないかななんて勝手に思っておりますけれども、このね、卵のマイルドな感じとニンニクのパンチがよく合ってましたね。そしてここからはカスタムタイム、胡椒だの一味唐辛子だの、そして珍しいですよね、お酢だのかけていただきますけれども、これがうまいのなんのつって、うまい以外の言葉が見つからない。すいません、スープ割りを。というわけでね、汁なしはスープ割りもしていただけるということでね、スープと一緒に余った具材を食べて、はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いや、味がむちゃむちゃ濃くってね、相当パンチありましたけれども、だからこそうまいといった、そういった感じでしたね。こりゃ近くにあったら相当通うだろうななんて、神大生神奈川大学の皆さんがね、ちょっと羨ましくなりましたね。そして特徴的なのがね、胡椒の風味の効いたタレね、あの風味が極太麺によく合ってたななんて思いましたね。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカードを出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなどを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、こちら虎次郎さんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。バイ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 バ